メディアを再生する予告編、ハトバは1954年制作のアメリカ映画、ニューヨークの港を舞台にマフィアのボスに立ち向かう一人の港湾労働者の姿を描く。1954年のアカデミー賞にて作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、助演女優賞など8部門を受賞した。テリーは元ボクサーだが落ちぶれた今は、 はとばでに役をする日雇い労働者であった。テリーがボクシング界を去ったのはギャングの一味でもある兄、チャーリーの指示でヤオチョに加担したためであったが、皮肉にもヤオチョ相手のウィルソンはタイトルマッチに挑戦するほどのボクサーに成長していた。テリーはある日、地元のギャングであるジョニーの命令で古い友人を呼び出し、結果的に殺人に関与してしまう。はとばを牛耳るジョニーが、 自分の立場を脅かす存在を次々と殺していくことに皆を怯え、テリーも逆らえずに行った最中、彼は死んだ友人の妹イディに出会う。兄の死の真実を追求する彼女の姿に心を動かされ、テリーは次第に信念に基づき生きることに目覚めていく。その様子を知ったジョニーはチャーリーに、テリーを黙らせる、よう指示する。チャーリーはテリーを説得するがテリーはそれを拒み。 その結果、チャーリーは殺害されてしまう。テリーは、証言台に立つが、ギャングたちからの必要な妨害工作で裏切り者の、レッテルを貼られたテリーには仕事もなく、労働者たちとも疎遠となる。テリーはついに、ジョニーを激しく罵倒し、ジョニーと殴り合いになる。ギャング団の介入でテリーは、瀕死の重傷を負うが、テリーの熱意に、心動かされた労働者たちは、ジョニーの遠吠えを無視し、 朦朧としつつも立ち上がるテリーと共に、それぞれの仕事に向かっていく。ありがとうございます。